世界の航空業界で大きな動きが巻き起こっていて、2024年7月に日本、イギリス、イタリアの3国共同で進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで披露されたよ。F-35 戦闘機のエンジンでもかなり困っている状況だな。次期 XF-9 の行方も知りたいがなかなか情報が出てこないぜ。今回は GCAP のデルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。英日の三国共同で推進している GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機に関して、この2024年7月に新たな動きが確認されたよ。それがまさにイギリス本土の南部に位置するハンプシャー州のファーンボロー空港で開催された、ファーンボロー航空ショーであったんだ。その時のファーンボロー航空ショーは、2024年7月22日から26日の合計5日間開催されたわけだが、その中の展示物の一つとして GCAP の有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したね。ここで披露された GCAP のモックアップは、イギリス側で同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、これまでとは異なる仕様となっていたぜ。そのモックアップを見ると、主翼が従来のラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていたわけだ。一般的にラムダウィング形式と比べてデルタウィング形式の方は、機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いという理由から、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えられているよ。要するに当時のモックアップから、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったわけだ。加えて7月のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP の有人戦闘機の詳しい所言らは明示されなかったものの、機体そのものが超大型であることは見て取れたぜ。世界初の実用化された第5世代戦闘機の祖であるアメリカのロッキード・マーチン社の F-22 ラプターはもちろんのこと、それに続く同社の機体として日本の航空自衛隊も導入を進めている F-35 ライトニング2も、その最大のセールスポイントは優れた機体のステルス性にあるよ。これら第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を機体内部のウェポンベイに収容することが必須であり、その収容力が機体の戦闘能力を左右すると言われているね。この航空ショーにおいて GCAP の有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも日本の航空自衛隊が装備している F2 や F-35 ライトニング2よりも大柄な機体であることは間違いないぜ。それらの機体よりも当然数量重量ともに多くの兵装を搭載することが想定されているらしく、航空自衛隊にとっては、同機が代替することが訴求される現行の F2 が搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれているらしい。その意味において GCAP の有人戦闘機は、純粋な敵機との戦いを想定した機体というより、現行の F-15 イーグルの最新型等が担う戦闘爆撃機という区分に近いのかもしれないな。やはり今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式である F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が制空戦闘を、そして GCAP 有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが予想されるね。GCAP の有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2と比較すると機体が超大型化している点からも、制空戦闘任務という部分に関しては後者に一任するコンセプトではないかと思われるよ。今後の主力戦闘機となってくる F-35 ライトニング2派、高度な機体のステルス性能プラス強力なレーダーセンサ類、そして他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ先制攻撃によって航空優勢を確保することが期とされているな。そこに付け加えて GCAP の有人戦闘機においては、複数の無人航空機を管制する機能を持ち、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているらしい。さらに興味深いのは第5世代戦闘機と位置づけられている、
日本を含む西側諸国で事実上のディファクトスタンダードとされる F-35 ライトニング通破、敵の航空機に対する正攻法での空中戦での実戦経験があまり積まれていない点だぜ。昨今紛争の拡大が世界的にも懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したらしいけど、敵機に対する制空任務ではなく対地攻撃用途に使用されている側面が強く出ている気がするよ。こういったイスラエル空軍における F-2 ライトニング2の活用事例を鑑みても、今なお続く紛争や戦闘で第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まることはあっても減少する可能性は少ないだろうと考えられるんだ。この GCAP における有人戦闘機の開発をめぐって、2024年7月のイギリス総選挙の結果で政権を脱出した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど政治的な変化も起きているらしい。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指して進めてきた GCAP の有人戦闘機に関して、より目先の軍事力の強化を優先するのではないかとの報道もなされているぜ。やはり2022年2月に起き、この2024年9月末時点でウクライナ側が徐々に相手国へ侵攻しているロシア・ウクライナ戦争を鑑みても、イギリスは旧ソ連の崩壊以後、これまでは緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索している段階まで来ているわけだ。こういった背景からイギリスは既存の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では有効な投資なのではないかという意見が正論な気がしていて、それが今後の動向にも注目されているね。これは逆説的な話とも捉えられるが、ロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、イギリスにとって有人戦闘機の開発に関しても、将来を見通した上での投資という選択を重視していたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も一定の評価を得ているのかもしれないな。翻ってイギリスと日本との安全保障環境において大きく異なる点として、前者はいかにロシアとの再びの対峙が、喫緊の課題となっていることに比べ、後者は著しく海軍力の増強を推し進めている中国の存在が大きいところだぜ。すでに中国海軍は艦艇の数においてアメリカ海軍を凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、それと日本が対抗するためには長距離攻撃を可能とする対艦兵器の整備を行うことを強く求められているね。そうした兵器を現在交代が秒読み段階となっている岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能な、スタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP 戦闘機の兵装もその一つに位置づけられるんだ。今回は GCAP プログラムの一環として開発されている新型有人戦闘機の実物大、モックアップがファーンボロー航空ショーで公開されたことを振り返ってみたよ。デルタウィング形式への変更によって、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がる新しい戦闘機に関して、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げさせてもらったね。GCAP が現代の航空戦の未来をどのように変えていくのか、非常に注目すべき点であるよな。新型戦闘機は、デルタウィング形式に設計変更されており、高速飛行能力の向上とともに燃料搭載量の増加が可能になり、結果として航続距離が延長されることが見込まれるぜ。この戦闘機は、従来の戦闘機よりも大型で、より多くの兵装を搭載可能な設計となっており、特に長距離の対地対艦攻撃に有効とされているわけだ。GCAP の目標は、西側諸国の現代航空戦における戦術と戦略を進化させることにあり、この新型戦闘機はそれを体現するものとして期待されているね。今後の開発動向とその戦略的影響には、国際的な注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。